どうもレンジです。今回なんですけど、空軍とねマジシャンが好きな人必見のね新しい新衣装の入手方法を説明していきたいと思います。まあね、それも簡単で、メンテナンス後にね、マサちゃんとセルベ君のね新 SR 衣装がとあのイベントショップからねゲットできるようになります。スコープだとねこんな感じね、イベントショップって言って、衣装とか、エモートとかねいろんなのがゲットできるようになっております。まあ、期間限定とかになってたら、早めに買わなきゃいけないんですけど、とりあえずね今のとこ期間限定のやつはないと。で、気になるねスコープどれぐらい使うのっていうところなんですけど、SR 衣装追加ってなっておりましたので、空軍ね SR だとして、まあ、例えば、石ちゃんこれね、SR なんですけどスコープが100ってなってるんで、空軍もね、おそらく、スコープ100でゲットできるになりますと。でマジシャンも同じく SR 衣装で追加っていうことで、今回めっちゃSR のなんかクオリティがねなんか日に日に上がってきてますよね。うん、 SSR に近いようなね感じになっておりますと。結婚者のね雲の花祭りっていうのが UR2 つと SSR が呪術師と弁護士のみになって、他がね全部ほとんど SR なんだね。まあ今からねコツコツスコープ貯めて100個あればね片方の衣装確定でね入手できますので、どっちかね空軍とかマジシャン使うって人はねぜひね今のうちにスコープ準備してみてください。スコープはねちょっといきなり増やすっていうのがねまあ難しいと思いますので、全然今からだったらねゲットできると思います。200個余裕がある人は2つともね2人とも衣装がゲットできます。まあ基本的にね対戦統計っていうこのね画面からスコープ毎回ね毎日4つゲットできますと。はい、対戦したらねこんな、ここのねアイテムがゲットできるんでね、ログインの5日目でも、スコープが10個できるんで、ここもね確実にゲットしてって、であとは、週末タスクっていうのもね、土日にね出てきたりしますので、そこからねスコープゲットしてみてください。まあスコープってねいつでもねゲットできるわけではないんですけど、まあ欲しいって人はなんかショップとかにね週末パックみたいな感じで売ってたりしますので、はい、余裕がある方はエコーになっちゃうんですけど、まあ、どうしても欲しいっていう人はね買ってみてください。まあスコープはね無課金で全然余裕なんでね、このなんか空軍の緑のねこれかっこよくない？俺空軍の衣装あんま持ってないんでね、ちょっとこれ名誉をつけております。でマジシャンのこの赤いやつも超かっこいいよね。うん、それとね新しいね神髄の追加ムービーがね公開されましたので見ていきたいと思います。うん、漁師のね、いやーこれは毎回ハンターでやっぱ特別な豪華ななんかものあるよね。うん、おっきいもんね、なんかエフェクトとかも。へえ、まあこんな感じに常時浮いてるんだね。まあ水はないんだけどこう浮いてるみたいなね。うん、いやーブク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 クラゲちゃんとね、これは欲しいな当たったら、えすげえ、めっちゃすごくないこれ。遺憾の中こんな感じなんだ。まあ足が生えてないからね浮いてる形になりますね。うん、ほーすご、うわー、こうやって浮遊してるんだね。まあマーメイドね、人魚系ね、うん、ディズニー行ったらマーメイドコーナー行っちゃうみたいな、はい、そんな系の人はねもうこれ大必見じゃないですか。まあ、僕も大好きですこれは。いやー当たったら発狂しちゃいますね。まあ、強さはねどうなんだろうね、使ってみないといまいちわかんないんですけど、まあ難しそうですよね。へえ、こんな軽快な BGM でキャラの人気はありそうだよね。はい、来ました、来た、祭祀もマーメイディですね。今回は祭祀のねこの衣装ほんと可愛いよね。今回はね、この後、ムービー見た後にね、もう一個紹介したいものがありまして、はい。ちょっとね、やっぱマーメイド好きな人必見ですね、それも。え？後ろの何？あれ、漁師じゃないのこれ。なんか繋がりある感じですか？へぇー。なんだろうね。で、冒険家も繋がりがあるのかな？そしたら。このシリーズはね。この遺憾、巨漢か。巨漢、遺憾じゃねえ。巨漢か。巨漢に合うなぁ。僕ね、巨漢ね、これ、入手したんでね、ちょっと合わせてみたいなね。しかもブクブクなってる。すごっ。マジで？面白いですね。うん、ブク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 なってますね。なるほどね。
いや、このエフェクト特別じゃない？だって携帯品とかじゃないよね。衣装だけでこのブクブクしてるんだね。さあ来ました、冒険家。かっこよくねえか。めっちゃイケメンなんですけど、なんか今までの冒険家とは違うな。トレジャーハンターっていう衣装ですね。髪がかっこいいんですが、わお。まあそこまで目立ちそうでもなさそうな気もするね。うん、ギリ使えそうですけど、やっぱね、せっかくかっこよくてもね、試合に目立ってね、バレちゃったらあれなんでね。さあ今回のコンセプトはなんかなんとなくイメージつきますよね。なんかね、海賊というかさ、航海士というか。さあ冒険家もね、今作すごい使いやすくてね、うん、どれ当たっても嬉しいんじゃないですか、マジで。うわー、これかマジかっていうのなさそうな気もしますが、うん、これもなんか UR っぽいよね、なんなら。うん、この金にピカピカしてて冒険家の UR なのかと思う、言わんばかりの。ね、ちっちゃくなったらこんな感じと。まあ大丈夫じゃないですかね、バレないと思うこれなら。うん、むしろなんか白いしね、衣装がいい感じ、いい感じ。いやー、これちょっとね、今からね、ガチャね、ちょっと貯めていきたいですね。しっかりダイスを毎日振ることが大事だね、そうなると。うん、ダイス愛好者買おうかな。以上がね、今最新のね、追加されたムービーでした。シーズン16の真髄さんね、これから、解放される、この追加報酬がね、決まりましたので、それね、見ていきたいと思います。で、追加報酬ってのはこの右下のね、このなんかガチャをした分だけこの、アイテムがゲットできるよっていう。はい、で今で言うと、このアイコンだね。うん、いやー、まあ相当回さないといけないんですけど、まあ、どうせね、回すならね、もらえるっていうね。はい、いや、この機能ね、結構前から欲しかった感はありますが、で真髄さんの80回がこれ祭祀になりますと。おお、これはガチでやりたくなれ。80回マジで回したいな。祭祀好きの人、フィオナーズ、あのね、好きな人必見じゃないですかね。で冒険家が130回なんだよね。これ80回が冒険家かと思いきやね、うん、80回に祭祀を持ってくるあたり、ちょっと運営さんのね、誘惑をね、感じますよね。はい、で180回のカンスト間際まで行くと、漁師のね、このアイコンがもらえますと。もうね、どれもね、すごい。今追加報酬のアイコンの特別感半端ないね。クオリティがやばいっていうね。まあね、誰よりもね、アイコンにね、こういかつさというかね、美を求める人はね、ぜひね、やってみてはいかがでしょうか。ちょっと80回の最初アイコン、ちょっと気になりますね。はい、ここまでご視聴ありがとうございました。まあまとめますと、スコープをね、100個集めれば、先ほどね、紹介した空軍か、マジシャンどっちかね、ゲットできますので、今から準備していきましょう。まあもともとね、スコープ持ってるよっていう人でもね、ゲットできると思いますが、まあ200個ってスコープね、でかいからね、うん、やっぱ常にスコープはゲットしておきたいですね。こういう時のために。まあなんでね、イベント衣装欲しい方は、ぜひね、スコープを集めてみてください。それではまた第5人格動画上げていきたいと思いますので、気になる方はぜひチャンネル登録やいいねボタンを押していただけると嬉しいです。それでは今日もご視聴ありがとうございました。お疲れんち。